認します。マグリブ解放戦線の陸曹部隊を襲撃し、同組織のイレギュラーネクスト、砂漠の狼ことアマジーグの機体を破壊します。アマジーグは致命的な精神負荷を受け入れることで低い AMS 適性を補い、機体の戦闘力を限界以上に高めています。ホワイトアフリカ各地の反体制組織から英雄と称えられるほどの相手です。まともに戦うにはリスクが大きすぎます。彼のネクスト、バルバロイはイクバール標準機ベースの軽量機体です。機体本体の防御力は決して高くありません。起動前に一気に叩いてください。以上、作戦の確認を終了します。無事の帰還を。目標を確認。輸送車両による陸送中です。焦らずに目標を引きつけ奇襲してください。目標が作戦エリアに入りました。十分に近づき一気に叩いてください。まるまる起動開始。アマジーグはずっと本体と独立して行動していたようよ。味方を汚染しないように。英雄か。最初から全てを受け入れていたのかしら。ホワイトアフリカの戦い、特に反体制の英雄たるバルバロイの撃破はアナトリアの傭兵の価値を一気に押し上げた。だが我々が単純な成功を享受する一方で、パックスには深刻な対立の火種が生じていた。小島技術の主導権争い、アクアビットを擁する新興のレイ・レナードグループとローゼンタール傘下オーメルサイエンスによるこの争いは次第に他企業に波及し、潜在的な対立を顕在化させていく。世界の欺瞞に満ちた安定は失われつつあった。私はそれをアナトリアのチャンスだと考えていた。